森田主権から1897年11月14日は、日本のジャーナリスト、翻訳家、漢文学者。本名は文蔵別号に、夜客、羊、住三人、白蓮安主人、紅れない円主人など。1861年、微中国を打軍笠岡に、森田節祭の子として生まれる。 1874年、大阪慶応義塾に入塾し、1875年に、徳島慶応義塾に移動し、1876年に、三田の慶応義塾本校で、英文学を学ぶ。1879年には、岡山の工場館で、坂田経験について、感覚を収めた。1882年に上京して、矢野流慶の経営する。 郵便放置新聞に入社し、漢文の頭表と五条を担当する。1885年、新国へ特派され、報告と日録、北京気候などの気候文を放置新聞に掲載。後編集長となり、敏腕を振るい、徳富祖法の国民の共に、ビクトル友号を紹介する作品を発表する。放置新聞分裂の際に退社し、 1891年に国会新聞に入社して1895年の廃刊まで社員となる。この間、同志の他に太陽や少年世界等にも執筆。続いて一万長法に後退偶で迎えられ、黒岩類校と共に明治期に翻訳王の異名を取るほどに活躍した。森田は多くの翻訳書において、 従来の乱訳語帳を一新し、周密文体という独自のスタイルを生み、我が国近代文学史上に大きな足跡を残している。1897年、長地伏の試め死去。文科に、原法一案などがいる。また、1907年に、試験全集が刊行される。解説を、森王外、徳富祖法、高田露伴らが表している。 笠岡市では森田の業績を記念して森田試験検証会が作られ1968年に生誕100年を記念して同市に試験森田文蔵生誕の地碑が建立された笠岡市立図書館には森田試験検証コーナーがある誕生日は日本大百科全書では文久元年7月21日である一方 朝日日本歴史人物辞典では、文久元年7月20日とされている、森田文造に関するカテゴリー、ありがとうございます。